国宝建造物一覧。鳥取県、島根県、岡山県編。日本全国の国宝建造物を紹介するチャンネルです。今回は鳥取県、島根県、岡山県の国宝建造物を紹介します。この地域には城、神社、寺、学校と多様な国宝が残ります。三徳山三仏寺、投げ入れ堂。三仏寺は鳥取県三朝町にある天台宗の寺院。本堂の先の受付を過ぎると険しい斜面が始まる。危険なため二人以上でなければ投げ入れ堂には参拝できない。斜面を登り切ると、三仏寺、投げ入れ堂。中国地方に残る唯一の平安時代の建築物である。この断崖絶壁にどうやって建てたのか、今なお謎である。駐車場付近から見ると、これが投げ入れ堂。体力があるうちに行くのがおすすめ。出雲大社城、本殿。出雲大社城は、島根県出雲市にある。全国でも屈指の古社。日本の国づくりの神様、大国主の狼を祀る神社。本殿は、1744年の造営。高さ24メートル。切妻妻入りで、入り口が右に寄る。大社造りと呼ばれる日本最古の神社建築様式。出雲大社城、本殿。沖地木と三本の活扇という大社造りのデフォルトの屋根飾り。現在の本殿でも日本屈指の大きさだが、古代には高さ48メートルのさらに巨大な本殿があったという。松江城、天守。松江城は、島根県松江市にある、近世の城郭。江戸期以前から残る、全国に12城しかない天守の一つ。現存12天守の中でも、国宝指定は5つのみ。松江城、天守。堀押しにより築城。1611年に完成。45階の天守に付け櫓がつく構造。現存12天守の中では、広さで姫路城に次ぐ2位。高さでは姫路城、松本城に次ぐ3位の規模。開放感のある最上階からは、松江市街や宍道湖が望める。賀茂須神社、本殿。賀茂須神社は、島根県松江市にある神社。二の鳥居から、自然石の趣のある石段を登っていく。日本の国海、神海の神である、イザナミオオカミ、イザナギオオカミを祀る神社。賀茂須神社、本殿。現在の本殿は1583年の建築で、大社造りの中では最古の遺構。床高が壁面より高く、大社造りでも古い様式とされる。屋根飾りから床下まで、本殿の構造が間近に見られる。社殿好きの方にはおすすめの神社。近くの美保神社、八重垣神社などの社殿と比べるのも良い。9、
静谷学校講堂。旧静谷学校は岡山県備前市にある学校史跡。旧静谷学校講堂。1670年、岡山藩主の池田光政により創建。現存する世界最古の庶民のための公立学校である。講堂に座り、論語を学ぶという開校以来の伝統は、今日まで続く。講堂以外の建築物も、ほとんどが国の重要文化財に指定されている。その名の通り、静かな山間に残る学校である。鬼滅神社、本殿、拝殿。岡山県岡山市にある鬼滅神社は、王鬼滅彦の御事を祀る神社。本殿、拝殿は1425年に再建された。建坪255平方メートルの本殿は、京都の八坂神社に次ぐ巨大なもの。鬼滅神社、本殿、拝殿。入りも屋の千鳥破風を前後に2つ並べ、1つの屋根にした構造は、鬼滅造りと呼ばれる、全国で唯一の様式。本殿から伸びる回廊は、360メートル続く。同じ中山の裏にある、鬼滅彦神社にも合わせて参拝したい。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひご覧ください。